んにちは。今日はつくば市産のそば粉を作ったお料理をご紹介いたします。私部長の荒木です。女性部の木村美智子です。よろしくお願いします。同じく女性部の宇坂よりみよこです。よろしくお願いいたします。同じく女性部の田村ゆき子です。よろしくお願いします。今日は特別出演の方をご紹介いたします。田村正雄です。よろしくお願いします。それでは皆さん頑張ります。それではまず最初にそば粉を作ったクレープを作りたいと思います。その前にじゃ材料を準備します。そば粉をこれ用意しました。そばを打ったものと同じです。それから今の季節ですのでふきのとう、それとお味噌とみりんを合わせましてクレープにつける材料、それと今旬のからし菜、これの漬物、これを刻んで鰹節と混ぜ合わせまして、それをまた一緒に食べる。あとそのキムチもつけて食べると美味しいということで、はい、これとりあえず今日は3品を用意しました。クレープの材料ですが、そば粉と水大体同量って言って、どれくらい？お水と、油もちょっと薄く引いてもらって、まずふきのとうから刻んでふきのとう味噌を作っていきます。今日は香りを出すために生を使ってますけど、これ茹でた方がいいと思う方、さっと茹でて刻んでもいいんじゃないかと思います。とにかく細かく刻んでお味噌と馴染むように刻むというのが大事だと思います。でこれにお味噌を入れます。このお味噌は女性部で作りました手作りの味噌です。これは別に何対何とかって割合がないので、適当にこれを混ぜ合わせてください。火の通と味噌を混ぜ合わせて、ちょっと硬いようですので、ここへみりんを入れてちょっと調整します。はい、これで出来上がりです。あとはこれ硬さとかそういうのはその人のお好みでということでお願いします。はい、じゃあこれ一応火の通味噌が出来上がりました。じゃあちょっとからし菜の方お願いします。これはこれを昨日取って突き抜いたもの。これに鰹節入れます。でもう一品ありますけども、お蕎麦を茹でて食べきれずに残ってしまった場合、皆さんどうしてますか？私の場合はこれは冷蔵庫入れときまして、おかとかビニールの袋入れときまして、油で揚げて食べてみますと、ちょっとしたかりんとっぽい味になりますので、それを今日試してみたいと思います。まず油を入れます。切れるんで深い油鍋の方がいいと思います。150-160度になったら入れ、
そば茹でます。パックにして入って冷蔵庫で多分入れてあると思うんですが、できるだけ5分ぐらいでもいいですから外へ置いて、なるべく戻しておいてもらうのがいいと思います。お湯にお蕎麦をこれ入れますけれども、まずこうやってバラしながら入れていきたいと思います。沸騰したお湯の中にね。それで最初はちょっとこれ固まらないようにさっと混ぜておいてください。火で差し水はしないで火で調整してください。はい、これで一応今向こう、はい、これで一応完成です。はい、出来上がりました。そば粉で作りました。そば粉のクレープです。中に入れる具は春野菜を使いました。これはからしらの漬物を刻んで鰹節を混ぜたものです。それから今ちょうどふきのとうが出てますので、ふき味噌を手作りで味噌と一緒に和えました。もう一品は若い人たちに好まれるキムチ風の漬物です。四季折々ね、何でも合いますので美味しくいただけます。お蕎麦を食べて残った後のお蕎麦を取っておくと弁当風にしました。子どもたちに喜ばれると思います。はい、これは先ほど手打ちです蕎麦なんですけども、茹でてみました。お蕎麦は茹でたてを食べるのがいいと思いますので、すぐにこれ召し上がっていただければと思います。はい、皆さんもぜひ作ってみてください。